こんにちはゴーゴージャングルマーケットストラテジーのお時間になりました今日もご覧いただきありがとうございますさてこちらスタジオがあります東京証券取引所周辺は強い日差しが照りつけうだるような暑さとなっていますしかしながら西日本で発生しています豪雨災害こちら本当に大変な状況になっていますねこれからさまざまな支援が必要となっていきます一刻も早い被災地の復旧をお祈りしています それではお送りしてまいりましょう。ゴーゴージャングルマーケットストラテジー今週もこちらから。ゴーゴージャングル人気ピックアップコンテンツです。FX オンで毎日公表しているさまざまなコンテンツから注目度の高いものをピックアップしてご紹介します。今日ピックアップするのはこちらです。著名な元ファンドマネージャートレーダーの方々が執筆する投資サロンです。今日ピックアップするのははいこの方です。 今日もゲストで来てくださいます島力夫さんの島力夫の島島実践リアルトレードをご紹介ししていきましょう島力夫さんは慶應義塾大学経済学部卒業後ゴールドマンサックスやドイツ証券でプロップトレーダー香港のマクロヘッジファンドでヘッジファンドマネージャーなどを歴任今も世界各地のヘッジファンドや外人トレーダー有名トレーダーと交流しながら現役トレーダーとして活躍しています。 そんな島力雄さんの執筆する島力雄の実践リアルトレードこちらを購読していただきますと市場の変化をいち早くつかむことができ島力雄さんの相場感に触れることができ相場の方向性を読み取ることができそして島力雄さんを含めたトレーダー間の会話を SNS でこちらで参加していただくことが可能となっています。 今日はこの実践リアルトレードの無料版もご紹介しましょうゴーゴージャングルホームページを開いていただきましてこの検索窓に島力を無料版と入力してみてくださいどうぞこちらから皆さんもお試しくださいここまで FX オンの人気ピックアップコンテンツでしたこの後は島力をさんをこちらにお迎えしますこの番組は投資家の英知をすべての人に ゴーゴージャングルを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニー株式会社、ゴゴジャンの提供でお送りします。 お待たせしました。ここからはゲストトークの時間です。本日のゲストは島力洋さんです。島さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて島さん、えっ、ー、とあの株価の方はニューヨーク市場もそうですけれども東京市場もまあ続伸ということで強いようですね。堅調ですね。はい。やはりあの最近のマーケットはですね、アメリカ経済はすごくいい。うん、その一方で、えー、貿易戦争の不安があると。 その両極端のところどっちにつくかという感じだったんですが、はい、まあちょっと貿易戦争に対する懸念が一旦終了というところなんでしょうかね、えーえー、まだこのテーマは続くとは思っているんですけれども、はい、それがマーケットに反映されるまでにはちょっと時間がかかかるの先週一旦そん中国に対する関税追加関税発動されまして。はいはい でその後中国はすぐ報復するなんて報復関税をかけるなんて言われてましたけれどもそういう状況ではないということなんですかあの実際、即座に、はい、あの報復関税が始まったんですけれども、えーはい、ただ、ですねこの7月の6日そのちょっと前、はいえー、7月の3日の段階でですね、うんえー、中国人民銀行総裁がですね、はいえー、人民元相場を 均衡の取れた水準で安定的に維持し続けると発言しました。はいはい、でそれまでですね、えー、人民元相場がですねもう毎日連日のように弱くなってたんですね。はい、で人民元の相場は一応はですねマーケットを反映することにはなってるんですけれども、うん、中国の当局がほぼ100%コントロールしているマーケット。うん であります。はい、ですから人民元の下落には、まあ中国当局の意向が反映されていると。ええ、<だ>そういった意味での安心感があると,いうことで。え、そこを、はい、ずっとですね、ええ、人民元のあの難化してたので,で、あの貿易戦争っていうことになってたんですけれども、えー、あの国はですね。はい。えー あの当局の発言が全て、うんえー、なので、ええ、当局が安定させると言った。以上、人民元は安定するとそういうふうに考えればいいんですね。で、そこで人民元の相場が止まってしまったので、はい、まあ、そのことを材料にあのオージードルのショートです。とか、ええ、ニュージーランドドルのショートです。とか、そういうポジション市場が築いてたの。た ですが、はいえー、そのショートカバーが一斉に始まって、うん、で今に至ると、うんはい、えー、という状況だと思います、はいえー。まあいち早く気づけばよかったんですけれども、うん、まあちょっとまだこの貿易戦争の問題はですね、まだ今後もどん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 続く材料だと思い込んでると逃げ遅れてしまったと、というところだと思います。はい、はい、では実際にお持ちいただいたチャートをご覧いただきましょうか。はい、はい。 人民元、はい、目先は調整ということですが、でまあ、はい、あの次にですね、あの、はい、トランプ大統領が貿易に関する仕掛けを始めなければ、はい、人民元はまあここからはですねそんなに動かないなと思います。ただですねもし何かあった場合、はいえー、チャートの形状から言ってですね前回の安値七金ペを取りに行く、えー。 という形には見えますので、はい、まあどういう段階で始まるのかわからないんですが、うん、目先は調整なんですけれども、はい、最終的には人民元は7を超えていく相場になるんだと思いますタイドルでですね。はい、でそうなった時には、えー、次のチャートなんですがオージードルやニュージーランドドルもですね、はい、人民元に歩調を合わせて、えー、南下していくんだと思います。なぜ、まあ、あのそういううい調整は一時的かと思う かとといますとですでね、はい、やはりあの,真の目的というのはです、ね、徐々にあのトランプさんがです、ね、ツイートをどんどん,どんどん変えていきまして、はい、え最初は貿易収支の赤字を減らすという話だったんですけれども、はい、徐々にですね、えー、その中国のです、ねえー、ハイテク産業を抑える米国の覇権を維持するんだという方向に。 動いてまして。構成は一時的。ですね。はい、次のスクリーンに。はい。すみません。でですね。はい、ええー。今大統領以上にですね。えええっと議会の方が。中国に対して強硬的なんですね。うん、アメリカ議会。はい。そうですね。ゼットテっていう会社があったんですが。はい、まあ、あの。まあ、ちょっと課徴金等を払わないと中国で、あのビジネスできないよっていう感じにしたんですけれども。ええ。 まあそれでも ZTE はビジネスできるようにですね、えっ、ー、と大統領一回取り図らったんですが、議会がそれを否定したというのがあります。ー結果 ZTE っていう会社はですね、はい、国営化されるんじゃないかなと今見込まれてますね。えっとすみませんどどっちのアメリカの会社？あ、ZTE っていうのは中国の,中国のえっと携帯電話会社です。あ,<ー>えー、あの日本のですね、ねえっとその 三大そのネットワークでもですね、あの端末を売ってます今は。ZT はいそうです。まああの中国のですね、いろんな会社ありますけれども、ファーウェイですとか、日本では売ってないですがシャオミ、この間上場してましたね。えっと ZT とかですね、非常に技術技術力が上がっておりまして、そうですか。ええとですね、まああのもうそのなんて言いましょうか、最先端の端末と言って。 あの損失ね、昔はですね出たばっかりの時はですね、うん、まあちょっと一一世代二世代古いなっていう感じの端末だったんですが、うんうん、今はですね、はい、ちょっともう日本企業も見直らなくちゃいけないくらいですね、<ー>えっと先端を来ておりまして、中国のそういった企業の成長が著しいわけですね。著しいですね。うん、にあの中国製造二千二十五っていう目標がありますけれども、二千二十五年にですね、えー、中国のですねこの製造業がですね世界トップレベルに、うん。 あるるべきという目標を掲げてるんですがただそのためにですね中国の政府はですねかなり裏で,ですね補助金を出してるんですねえですからあの技術もすごいんですけれどもどの程度本当にコストがあってやってるのか分からないとえで結局あの中国やそらく将来的には欧州や日本の市場からもですねえそういった企業は締め出されることになるんじゃないかなと思います。 そうやってですねやはりこれから先はですね、うん、AI といいましょうか、はい、あのコンピューターの性能がですね、うん、人間の知能を上回ってくる時代になりますので、はいえー、その AI の最先端の技術を持っているものがすべてにおいて、うん、あの経済競争もそうですが国防、そういった面でですね支配権を持つという時代になりますので、うんうん、技術流出に関しては非常に敏感になってくるんじゃないでしょうか。うんえー まあちょっとあのーマーケットはですね、えっと今方向性がですねはっきり見えない感じになってきておりますけれども、ちょっとあのまあ注目通貨ということで二つほど持ってきました。一つはドルカナダなんですが、明日えっとですねえ利上げが見込まれております。市場的にはですねほぼ100%利上げが見込まれているんですが、まあいわゆるドビッシュハイクと言われてましておそらくあのその。 利上げするが波と波的的な生命分を並べて、えーまあ、本当はあのそんなに、えー、と利上げしたくないんだよというのを並べて、うん、なるべくあのカナダドルが上昇しない方向に、うん、えとカナダ中銀は持っていくんだと思いますので、はい、ちょっとあの発表後の反応はです、ね、微妙なところがあると思います。うん それともう一つはですね、はい、ポンドドルですね。ポンドドル今ですね、政局が混乱しておりまして、はい、昨日ですね、<A> ブレジックジット担当省、油脱、はい、担当省のですね、あのー。 デイビッド・デイビスさんが、はい、えと辞任してその直後に外相のボリス・ジョンソンさんもです、ねはい、辞任されました、うん、それであのメイ政権とです、ねはい、対立がはっきりとしてきましたんで、はい、えとメイさんがです、ね、主導権を握ればあのソフトブレクジットという路線が明確になりますので、はい、おそらくポンドドルは上昇するんだと思います。 あまり欧州ともですね、はい、圧力を生まない形でのブレグジットということになります、えーえー、けれどもそれに不満なんですね保守党のです、ねえー、特にあの右寄りの人たちがですね、えー、我慢ならないと。不信任 投票ですとか、えー、総選挙の可能性もちょっと出てきております<ー>ですのでちょっと要注意っていうところでしょうか、はい、しばらくはですねイギリスのですねえ政局が注目されることになります、はい、でも,もう一つはですねやっぱりちょっとまたドル円同じチャートを持ってきたんですけれども、はい、ドル円のチャートです先週と同じですはい ほとんど動かないので同じチャートがずっと使えるという。なるほどそんなに動かないんですね。まあすみませんそういう意味もあってですね同じものをあえて持ってきてるんですがなかなかその円高に行かないリスクオフでも円高に行かないまたリスクオンでもです円安に行かないという状況なので基本的には待つしかないかなとえっとやっぱり長い間相場やってるとですねもう。 マーケットに任せて待つしかないというタイミングがいろいろ出てきます。まああのそこでトレードするのはあの僕のような下手な人間なんですけれども、まあそこはですね大きく構えてですね、ちょっと待つしかないのかなと今思っております。えー、両方の可能性はある十分あると思います。円高も円安もですね。ただちょっと気持ち的な円安の可能性は高まっていると思っています。 そののタイミングいいうのもなかなかか読みづらい時期今年後半じゃないですかね日本の金融政策もちょっとですね微妙にシフトしてくると思いますので、うん、そのタイミング、まあ、あとはアメリカ独創的に強いので、うんえー、やはりマネーそアメリカに向かうんじゃないですかね。うん なかなかこの金融経済というのも過去にはないような状況に今なってきているという、うんはい、その面白さはあるでしょう、ね、そうですねこの割安なのに強くなれないって、えーはい、いうところなんですね、うん、ちょっとあの円もちょっと新興国通貨っぽくなってきたかなっていう、うん、ところですかねはい、はい <laughs> はい、分かりましたありがとうございますここまで島力夫さんのお話でした島さんまた来月もよろしくお願いいたしますはいありがとうございましたそれでは最後にお知らせです ゴーゴージャングルは投資サロンシストレインジケーター電子書籍など日本全国の投資家やプログラマーが作るさまざまなコンテンツが集まるフィンテックイーコマースサイトです各コンテンツには実際に使用したユーザーによる商品レビュー開発者とユーザーまたはユーザー同士で情報交換が行えるコミュニティが必ず備わっていてお客様に最良のコンテンツをお届けできる仕組みとなっています。 有料商品だけでなく、無料で入手できる商品も多数取り扱っていますので、ぜひ FX オンサイトをチェックしていただき、さまざまな商品をお探しいただければと思います。また、腕に自信のある投資家の皆様からのご出品もお待ちしております。どしどしご応募ください。お送りしてまいりました、g o ジャングルマーケットストラテジー、今週はこの辺でお別れの時間となります。今日もどうぞ素敵な午後の時間をお過ごしください。